植物はおしゃれな部屋にあるものの代表格ですが、実は見た目もさることながらいろいろな効果があります。確実に置いておきたいのは寝室です。実は観葉植物にはアルファ波を増やす働きがあると言われているので、リラックス安眠効果が期待できます。さらに寝ている間の乾燥も防げるので、睡眠の質と美肌効果から寝室の観葉植物は第一に考えたいところです。またお部屋の他にもオフィスやデスクに設置するのもおすすめです。集中力が高まり効率的な仕事ができるでしょう。ベランダに置いたりして効果を十分に得られてない人は寝室内での置き場所を考えてみてください。お部屋のインテリアに観葉植物で緑をプラスして緑のある空間を作ってみてください。